どっすい。マスクザフリーモン TV。 こんにちは、マドです。このエクスペリアはマークトで購入してしばらく経つんですが、使っていて非常に恐ろしいことがありまして、あんまりねこういうことは動画の中で言いたくないんですけども、これ使ってるとねすごく滑るんですよ。そうなんです、滑るんですよ。手が乾燥してきたりとか、ちょっと油ぎっしょになってくるとね、ツル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 滑るんですよ。なんかね iPhone より滑りやすい感じ、個人的には。でこいつもね本体価格が13万円以上と、まあ iPhone 以上に高価と言いますか。で最近のスマホってワイヤレス充電にも対応してて、背面ガラスだったりするじゃないですか。だから一発落としたらもうバッキバキになりそうでね、ちょっと怖いなと思いまして、まあ、貧乏症の僕はですねスマホを割りたくないと、というわけでですね、こいつもしっかり保護して使っていきたいと思います。というわけで今回こちら購入してみました。ほいよいしょ、よいしょ。というわけでこの2つ、七草のエクスペリアはマーク2用ガラスフィルムと、こちらソニー純正のですねスタイルカバー with スタンド、この2つでですねエクスペリアはマーク2を快適に使っていきたいと思います。で今回ですね Android スマホをまあ購入したわけなんですけども、やっぱりね iPhone と比べてアクセサリーが非常に少ない。iPhone はですね潤いまくってるというか、もう高品質なケースだとかフィルムってどんどん出てきてますので、 Xperia もまあ有名な機種とはいえ、まだまだね iPhone と比べると非常に少ないです。ですからまあ無難にですねソニーの純正ケースと、まあちょっとねレビューとか評価を見て、こちらのね七草のガラスフィルムを選びました。それではこちら Xperia は Mark 2を保護していきたいと思います。はい、というわけですね、やっていきたいと思います。まずはガラスフィルムから装着していきましょうかね。こういったね、ガラスフィルムもね、まだ選択肢が非常に少ない。というわけで今回、七草というね、メーカーのガラスフィルムを購入したわけなんですけども、iPhone と比べると高いね。これも1枚で1600円ぐらいかな。非常に高いです。まず中身がですね、こちらガラスフィルム本体とですね、そしてクリーニングキット入っております。Android のねガラスフィルムは Galaxy Note 8以来なので、ちょっと綺麗に貼れるか心配ですね。そして Android スマホでちょっと注意なのがですね、 Android スマホってこのエッジ部分で使える機能があるということですね。例えば Xperia だとこのエッジ部分を2回タップするとですね、このようにサイドセンスといって自分のよく使うアプリをこのように表示させてくれるんですよ。でガラスフィルムってエッジ部分まで包み込むタイプのものもございますので、このガラスフィルムを貼った時にですね、このサイドセンスみたいな機能が使えるかどうかっていうのも注目ですね。そこも踏まえてですね、このガラスフィルムが使い物になるのかどうかちょっと試していきたいと思います。それではやっていきましょう。クリーニングキットはですね、乾いた布とウェットシート、そしてダストステッカー、この3つが入っております。取り付けのガイドは入ってませんね。最近ガイドに依存してるのでちょっと緊張しますね。さあうまく貼れるんでしょうか。まずはですね、スマホをきれいにしていきたいと思います。ちょっと iPhone とね勝手が違うんで失敗するね可能性が大ですけども、はい、しっかりね汚れを落としていきたいと思います。はい、乾いた布で汚れが落ちたらですね、今度はこちらのウェットシートできれいに拭き上げていきます。ガラスフィルムはですね、こういった下準備がね非常に大事なので、そしてダストステッカーでですねホコリを取り除いていきます。ほい、毎回ね一つ二つねホコリ入っちゃうんでね、今回はこの辺も丁寧にやっていきたいと思います。なんか指切れそうなぐらい薄いわ。はい、こちらがガラスフィルム本体でございます。それではねもう時間勝負なので一気に貼り付けていきたいと思います。はい、このようにですね貼り付けすることができましたけども、お、気泡の抜けもいいっすね。結構キュッと抜けてくれます。さあこのままうまくいくでしょうか。さあどうだ、さあどうだ、さあどうだ。もうなかなか気泡の抜けもいいですね。ちょこちょこ残りはしましたけども、あとはね簡単に押し出せそうです。ですねやっぱりちょっとガイドがないので位置合わせがね難しくて、何度か貼り直したんですけども、それでもですね気泡はちゃんと抜けてまして、端が浮いたりすることもありませんね。この七草のガラスフィルムめちゃくちゃ貼りやすかったです。気泡の抜けも非常に良かったですね。この辺は iPhone のガラスフィルムとクオリティはそんなに変わらないかなと思います。そして分かりますかね、この端っこの方がこのように黒い縁で覆われてまして、これが炭素繊維になってます。ガラスフィルムって結構端からねかけて割れてくることが多いので、この辺がですね炭素繊維になっていて、端っこからのね割れを防止してくれています。でこちらがね端っこなんですけど、これ分かりますかね、エッジ全体をね覆うタイプじゃなくて少し余裕があります。なのでまあケースの干渉だとかこういったエッジ部分の機能を損なうことはないんじゃないかなと思います。それ
ということでですね、先ほどのサイドセンスがちゃんと機能するのかちょっと確かめてみたいと思います。このエッジ部分をですね2回タップするとよく使うアプリがね表示されるんですが、はい、このようにちゃんと表示されますね。うん、なんとか機能はしてます。あ、よかったよかった、ちゃんと機能するわ。あぶねー、ここがちょっと心配だったんですけども、ちゃんとねエッジ部分の機能も使うことができます。そしてこちらのね七草のガラスフィルムなんですけども、日本製の朝日ガラスを使用してまして、透過率がね 99.99% と、ガラスの透明度はですねかなり良くて、エクスペリアのね綺麗なディスプレイをそのまま楽しむことができます。ただねしばらく裸でね使ってたんですけど、やっぱり反射はね結構目立つようになりますね。 iPhone もこの Android スマホもそうなんですけども、やっぱり裸の状態だと反射しにくいようにね非常に工夫されていると、まあそれがですねガラスフィルムも貼ることでちょっと損なわれるかなと思いますね。ギラギラ景色がちょっと映り込んじゃいますね。そしてガラスもですね高度 QH ということで、はい、このようにですね、カッターなんかで削っても、はい、全く傷が入りません。最近のガラスフィルムはすごい。こんな鋭利なもので削っても傷入らないのに、いつの間にかついてる傷は一体何でつくんでしょうか。こちら七草のガラスフィルムは貼りやすくて透明度も良くて、今のところ特に不満もありません。こういった操作もですねスル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 行うことができます。まあ、特に問題はないですかね。まあ、一番気になってたエッジの機能もねしっかり使えますので、しばらくはですねこの七草のガラスフィルムで、まあ、保護して使っていきたいと思います。続きまして今度はですね、こちらのスタイルカバー with スタンド、これでですねエクスペリアを保護していきたいと思います。まあ、純正ケースということで安心感は高いと思いますけども、さあどんなケースになってるかな。よいしょ。はい、こちらがケース本体なんですけども、おーかっこいい。はい、このようにですねちょっとマットなザラッとした質感のケースなんですけども、表面の素材これポリカーボネートなんですけど、なんか陶器みたいなザラッとした質感になっていて、なかなか見栄えも手触りもいいですね。僕は好きですねこういうザラッとした感じのやつね。指紋とか汚れもね、目立ちにくいですし、そしてですね真ん中にソニーとロゴが入っております。そして裏面を見るとこのようにゴムっぽい質感になっていて、これが熱可塑性ポリウレタンという素材でできております。背面もゴムみたいに柔らかいので、まあ、本体にね傷がつきにくいような仕様になっていますね。そしてワンポイント、今回ですねこちらのケース、はい、このようにスタンドついておりますね。これが嬉しい。 iPhone とかでは僕はあんまりねスタンド付きのケース買わないんですけども、今回 Xperia 1 Mark II はですね、まあ、ディスプレイが非常に美しくて映画や動画もですね iPhone 以上に楽しめますので、まあ、せっかくだったらスタンド付きのものでねそういったコンテンツも楽しみたいなと思ってスタンド付きのねものを選びました。これもね後で使ってみましょう。そしてもう一つこのケースの特徴なんですけども、はい、このようにですね横の部分が大きく切り替えた設計になっております。これもね横の傷心配だなぁと、まあ、不安な、ね、方も非常に多いと思うんですけども、今回ね僕これ狙って買ってるんですよ。うん、この横の部分が空いてるものが良かったんですよ。これ後で説明していきますね。そしてケースの重さどうでしょうかね。まあ、Xperia はマークスでかいと言いますか、かなり縦に長いのでね、まあ、その分重たくはなってるんじゃないかなと思いますけども、はい、重さがですね 36.5g、 まあこのサイズだったらそんなに重たくはないかな。スタンドついてこのサイズだったらまあ上々じゃないですかね。まあ、横の部分大きく切り替えてるのが効いてるかもしれませんね。それでは、早速ですね装着していきたいと思います。よいしょ。装着も楽ちんですね。うん、めちゃくちゃ楽ちん。はい、装着するとこんな感じ。正面から見るとちょっと四隅がねボコッとなった感じに見えますけども、背面見るとこんな感じでございます。おー綺麗綺麗、なかなか良くないですか。ちょっと紫のダークなカラーがね、今回のブラックとマッチしてるような感じですけども、このザラッとした質感がですね下手にツルツルしてるケースよりは、まあ、高級感も重厚感もあるんじゃないかな。汚れなんかもね目立ちにくいし清潔感も保てます。ケースつけてもなかなか悪くないですね。さすが純正ケース。それでは細かいところを見ていきましょう。上部なんですけどイヤホンジャックと、これマイクかなセンサーかな、まあ、この部分がですね切り替えたデザインになってまして、はい、横を見ると横は思いっきりむき出しになってます。まあ、指紋センサーとか音量ボタンとかはまあそのままの感覚で使うことができますね。そして反対側もですね当然このようにむき出しの状態になってまして、はい、SIM カードや SD カードのねトレイもむき出しになっております。これはまあ便利っちゃ便利ですよね。SIM カードとか SD カードね取り外すときにケース外さなくてもいいの で今回ですね僕横がむき出しになってる方が良かったんですけども、なぜかって言いますと
この握り心地変えたくなかったんですよ。っていうのがですね、Xperia 1 Mark II 6.5 インチという大画面なんですけども、あのね、横幅はですね、 iPhone 11 Pro の 5.8 インチとそんなに変わらないんですよ。ほぼ一緒なんですよね。ですからこのスマートなんで握り心地がね非常に良かったんですけども、ちょっとねケースをつけてこれが分厚くなると、まあ使いにくくなるかなと思って、このスマートな握り心地僕かなり気に入ってますので、ここどうしても崩したくなかったんですよ。ちょっと 5.8 インチと横幅ほぼ一緒っていうのはびっくりしましたね。そしてそこを見るとですね、そこも大きく切り替えた設計になってます。まあこの辺はね傷心配っていう方も多いでしょうね。ただ背面とね前面のガラスだけしっかり守れたらいいかなと今回は割り切ります。そしてカメラ部分なんですけども、カメラ部分はですね大きくくぼんだ設計になってまして、ケースの背面結構厚みがありますので、しっかりねカメラ位置よりも高く作られてますので、こうやって机に置いてもカメラが直接接することはありません。しっかり保護してくれますね。このくぼみもですねシャープな感じにカットされていて、デザインも悪くないですね。で今回ですね、 Xperia は Mark II にケースつけた方がいいなって思った理由の一つがこのカメラなんですよ。で iPhone とかって今四角いカメラになってるじゃないですか。あれがねあんまり良くない、なんで縦長にしないんだってね、ご意見最初に多かったんですけど、この縦に長いカメラね、デメリットがあるんですよ。っていうのが、縦に長すぎて握る位置に干渉しちゃうんですよね。だから裸で使ってると、こう握った時にですね、こうやってレンズをね触れてしまう機会が多いんですよ。だからいざカメラで写真撮ろうと思ったら、結構このレンズに指紋がベタ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 ついていて、いちいち掃除しないといけないっていうね、手間がめちゃくちゃ多かったんですよね。ただケースをつけてこの背面位置をカメラより高くすると、まあ、直接ねカメラのレンズにペタペタ触る機会っていうのが減るんじゃないかなと思います。こうやって指で触れてもケースに触ってるわけですから、まあ、カメラレンズに直接指が当たらないですよね。縦に長いねカメラのデザイン的にはすごくスッキリしてるんだけど、まあ、使ってみるとちょっとデメリット多いなって思いましたね。そしてスタンドなんですけど、スタンドはこうやってくぼみがちゃんとあるので、指でね簡単に立ち上げることができます。でこれ角度調整できるかなと思ったら、角度調整できないですね、まあ、閉じるか大きく開くか、このどちらかですね。そしてスタンドを使うとですね、はい、このように動画を楽しむことができます。安定感も悪くないですね。結構しっかり立ってくれます。ただこのスタンドですね、縦でも使えるのかと思ったんですけど、一応ね縦でも使えるんですが、わかります？これ縦だとねふにゃっとスマホの荷重で沈んじゃうんですよね。ですからかなりディスプレイがね寝てる状態なんですよ。こうビシッと立たせることができないんですよね。でこのスタンドもですねめちゃくちゃ薄いので、荷重で結構曲がっちゃうんですよね。だから縦で使うと、なんかこのスタンドがいつか折れそうな感じがします。ちょっと手で荷重かけたりするとバキッといっちゃいそうですね。そしてホームページを見るとですね、このスタンドをですね縦で使用している画像っていうのが全然ないんですよね。どのページもほぼ横向きで使ってるんですけども、ですから縦で使うことはあまり想定されてないですね。一応使うことはできるんだけども、まあ、映画や動画コンテンツをこう横向きでね楽しむ専用のスタンドと考えた方がいいかもしれません。そしてですね、このスタンド部分、まあ、ポップソケットだとかリングみたいに指に引っ掛けて使えるのかと言いますと、まあ使えないことはないですが、使いやすいとは言えませんね。ちょっとやっぱりこのヒンジ部分が頼りないのと、このスタンド部分自体がですね非常に薄いので、ちょっとつまむにも少しスルスル抜きやすそうな感じがしますので、まあ引っ掛けることはできるんですけど、まあ使いやすいとは言えない。そして角に負担をかけるとやっぱりこのヒンジ部分がですねちょっといっちゃいそうな感じがしますので、まあこの機能に関してはあまりおすすめはできないかな。そしてスタンド付きのケースということで、ワイヤレス充電には対応してますでしょうか？結構ねスタンドとかリング付きのケースってねワイヤレス充電対応してないモデル多いので、このソニーの純正ケースはどうですかね。ほい、はい、このようにですねちゃんとワイヤレス充電のロゴが出てきてますので、ケースをつけたままワイヤレス充電もちゃんとできてますね。充電マークもですねちゃんとついてます。まあ、ワイヤレス充電のね機能を損なうこともございません。でケース全体としてはですね、背面はまあスタンドがついてたりカメラの保護のため厚くなってるんですけども、側面が守られてるのはほんとこの角ぐらいで、ここもね厚みがそんなにないんですよね。ですからこうやって叩きつけると意外と衝撃は本体に伝わってる感じがします。ですから落下の衝撃に強いケースではないですね。
で側面もむき出しになってるので、やっぱりね傷とかはガツンと入っちゃうんじゃないかなと思います。本当に背面とかぶつけやすいね角だけを、まあ、保護するためのケースといった感じですね。ただ今回ですね、このソニーの純正ケースは僕のニーズを全て満たしてくれてます。まあ、スタンドが使えるので美しいディスプレイで映像コンテンツが楽しめる、そして横がねむき出しになってますので、このスリムさを最大限で楽しめるというわけで、まあ本当に背面のガラス割れなきゃいいかなぐらいで購入してます。まあ、今回ですね発売されてからエクスペリアはマーク2のねアクセサリーいろいろ探したんですけども、やっぱりここがね iPhone と大きな違いがありましたね。まあ発売されて間もないこともあるんですけど、もう全然少ないと、いかに iPhone が恵まれているか本当実感しましたね。今回はですね本当消去法といいますか、もうこれぐらいしかいいなって思うケースがなかったのでこっちを選んだんですけどね、まあ、ひょっとしたらですねこれからピタカだとかいろんなメーカーがですねこのエクスペリアはマーク2のケースを手掛けるかもしれませんので、またねいいケースがあったら手に入れたいなと思います。というわけで今回はですねエクスペリアはマーク2の七草のガラスフィルムとソニーの純正ケースでしっかり保護しました。まあ、iPhone にも劣らずのね非常に高いスマホですので、これで安心して使えるかなと思います。結構ねこの縦長のスマホって外で使うと意外と怖くてですね、まあ、滑りやすいのもあるんですけど、やっぱり重心が上下に分かれちゃいますので、こうバランスを崩しておっとっとってなることもありましたし、 iPhone と同じ感覚でポケットから取り出すとポケットに引っかかっちゃったりしてね、その時にポロッと落としそうになったことが何回かあったんですよ。ですからこれでようやく安心してですねがっつり使っていけそうです。でソニーのケースですね、これ質感も見た目も僕なかなか気に入ってます。まあ、Apple に限らずやっぱり純正ケースってクオリティ高いなと思いました。やっぱり iPhone とね比べると選択肢が非常に少ないので、そういった部分ね iPhone って本当恵まれてるなと思いましたね。もう自由にね自分のスタイルを作れると言いますか、まあ、Android スマホもですねどんどんそういったね面白いケースが出てきたらまたね、レビューしていきたいと思うんですけども、まあ、今のところ僕にとってはこの七草のガラスフィルムとソニーの純正ケースがね、まあ、ベストバイなんじゃないかなと思います。また概要欄にね購入ページ貼ってますので、気になる方は一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオツ。